今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった京都大学の山中伸弥教授。10月12日、総理を表敬訪問しました。この賞を日本人が受賞するのは、1987年の利根川進さん以来、実に25年ぶり、2人目となります。今回の受賞の対象となった iPS 細胞。これは様々な細胞に変化できる能力を持つことから万能細胞と呼ばれることもあります。この iPS 細胞の開発に世界で初めて成功したのが山中教授でした。iPS 細胞に寄せられる期待。今後さらに研究が進めば、患者の皮膚などから採取して作成された iPS 細胞から肝臓の細胞などを作り出し、その細胞の機能や変化などを調べることで、今までわからなかった病気の原因が解明できる可能性があります。また新しい薬の効果や副作用を評価する検査や再生医療への応用も期待されます。責任を持たれ